大東技研公式チャンネルご覧の皆様こんにちは、木村です。レイマンです。夏美です。さあ本日は、パチンコ PG ゼロ鬼掛けバージョン、はい、ということで、平山に通常、はい、夏美にラッシュの詳細を説明してもらいましたが、はい、ここからなんとスペシャルゲストが、うん、おこちらにいらっしゃいます。はい、神谷玲子です。よろしくお願いします。はい、わーじゃねえ。何ですか？わーじゃねえ。何しに来たんだよ。いやなんか楽しいところがやれるっていうので。もっと早く来いよ。いやおかしいじゃん。確かにね。でも逆になんで私こんな一人後なんだかなっていうのが気になってたんですよ。必要かなと思って。ここから大事なバトルが始まるんですよ。はい、はい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 。これ3000発を取りました、うんうん、ラッシュ中からスタートするで、そこから一撃一発でどこまで出せるかのバトルを行っていきます、うんうん、はい、で2回挑戦してその合計で優勝を決める。でも引きの強い強い神谷さんにここは来ていただこうと。我々3人ではもうしょぼい結果に終わってしまいそうなんで、うんうん、あ確かにそうですね。確かに確かに確かに目を見て確かにっておっしゃられました。遅く来たくせに、来たくせにこれ最後にはキーワードも、はい、さあ果たして最後の日は何になるのか、そこもご注目というわけで、はい、早速ラッシュスタートバトル行ってみましょう。最後はい行きましょう。頑張ろう、頑張るぞ、頑張るぞ。いや早いからなこれ、いやすごい早い。サクサクいっちゃいますね。なんだよこれ、もうむっちゃボリュームがたまんないよ、早すぎて追いつかないですね。あーダメか。一番乗りしたいな、一番乗り。ドメ、ドメだけはやだ。ラッシュ中は、はい、青いすがらで上がると当たると何でしたっけ。300オア3000ですよね、はい、で赤いすがらだと夏美なんでしたっけ。赤いすがらだと1500オア3000。当たりましたよ。何当たりました。赤すがらで当たりました。赤すがら当たりました。1すがらでした。300は否定ですね。赤すがら赤なんで1500以上で1500獲得です。3000発。私はなんとリスタートを引いてしまいました。これはですね、巻き戻しですね、はいはいはい、またゼロから。でもね、リセットされるからいいよね。リセットされるんでまた頑張りますよ。ちょっと待ってよ、俺もう大丈夫ですか。まさか、まさか私さんいつもやっていけないんですよ。あっちゅう間にちょっと待って待って、終わる時も早いですからね、うん、私、違和感にカスタムしました。モードを選べるんで。あ、そうですよ、モード変えよう。ちょっと待って、いいね、当たった人は特権だね。俺が一番の違和感で、私はレベルオフシーにします。やばいやばい、よだくさん、やばい、まだよだくさん、ちょっと待って、一抜けですか。大丈夫ですか。抜けじゃねえんだよ。いい見てじゃないか、抜けたら。待て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 、いや、マジ待て。77% ですよ。あれあれ、ちょっと10切ってますよ。普通にカウンターだった。終わるはずない。せめてリスタート。もうなんでもいい、なんでもいい。青くたって青くたってリスタート、なんでもいいからよ。ちょっと待って、終わったよ。終わりました。終わりました。早っ。終わるのも一瞬ですね。本当ですね。ちゃんと秒数っていうかね、出ますからね。2分2秒12。あー私また。いや早い。ちょっと待って、私もすごい。いや、わーじゃなくて、私デム告知なんですけど、発砲すればね当たりで、そして当たりました。赤いすがらで。いや私違和感出てた。おかしいじゃねえか。違和感出てました。何何、魚拓さん楽しめないまま終わってますけど。いやいや大丈夫ですね。何もせず2分で終わったんだけど。私もリスタートしたんですけど、残りもうすぐ20なんですけど。やばい、なっちゃんもこっち来い、こっち来い、こっち来いよ。ちょっとこっちの世界に行っちゃダメだよ。嫌だ嫌だ。リッチ出るよ。しゃ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 。よし、渾身の大当たり。赤ずがらですね。まだ誰も入ってです。3000いかないね。3000欲しい。3000欲しいな。欲しい。3000のレーが身内は 25% か。 25% 結構でかい。結構入れるんで、うん、4回に1回は入れるんで、結構割合的にはいいですよね。痛いな。でもかなり待ってもらうことになるかもしれないですみんな。確かに。これ何なんですか。何でもないのか。デモ画面ですけど。これ何ですか。いやデモ画面ですけど。いやいや、実は当たったりとかなってますけど。ですけど、はい、デモ画面ですね。デモ画面。いや3000発欲しいな。私あと45。あれ急に来なくなっちゃったな。違和感一生懸命探してるんですけど何にも出ない。交流点滅してって。来た来た来た。交流図柄で赤図柄ですね。赤い図柄当たりました。赤図柄です。
嬉しいですね。いや、違和感なら左にあるじゃないですか。俺もう情報終わったっていう。する違和感。あ、やばい、あと20回。私も30回。やばい。さあ、戻せるか、戻せるか、戻せるか。うわー、あと10回。早いな。残り10回になると若干変動がゆっくりになりますが、それでも早いな。それでも早い。うわー、やばい。私も10回切りました。ちょっとレベル低い。みんな抜けちゃうの？むちゃくちゃ低いよ。むちゃくちゃ低いよ。3000も抜けてねえし。終わった。終わった。やばい。出発で終了。何やってんだよ。私も終わった。終了。もうみんな早いよ。ハンディはもう6000発で終了。6000発終了。うわ終わった。いやもうなっちゃうだけか。なっちゃんにかかってる。任せてくださいよ。私今回予告なしモードにしてみました。なんか出ればいいんだよね。そう、予告が逆に出ればその時点で大当たり濃厚ですね。なるほど。で予告なしだから何も起きないんですよ。確かに静かだもんね。そう、何も起きない。77%を5連6連してるってことですか。あ、いや、なんか変動が長かった。あ、来たね。あ、来たよ、来た。3連3連だ。あ、来た。素晴らしい。来た、ありがとうございます。3000です。気持ちいいな。強い。いや、すごいわこれは。3000億という間だわ。敗北感すごいよな、実際のホールで。いや、確かに一斉にこう始まりました。たまたまラッシュが始まって、はい、一人だけキンキンキン。すごいな。あっという間に満発いくよね。すごい。振り分けに勝ってもしさ、リスタートも3000だったらもうすごいことだよね。すごい。そうやってもう満発超えてるもん、そしたら。いや、そんな平和な会話しますけど、我々も負けてるんですよ。勝った人の連チャンをずっと見てるんですよ。つまり10対0負けて9回表の攻撃見てるような感じですよ。確かにそうですよね、うん、もう勝負決まってるやつは。でも、もう一回やるんですよね。じゃあもう一回、2回ね。安心してください。もう一回もう一回できます。わかりました。でもそれがどこまで伸びるかはまあね、これ見なきゃいけない流れですよね。一つも見たくないけど。見ましょう、ちゃんと。見ましょう。トランプとかねえのかよ、みたいな。持ってそうじゃないか、トランプとか。トランプやりますよ。いいですね、ちょっと。多分2回ぐらいだったらちょうどいいだろ、これ。もうちょっと私の集中してくださいよ。この感じ、相当続きそうですけど。うん、続きそうな気がする。うん、なんか先を見てるとこ見たいね。やっぱさっきも変動が一瞬遅かったんだよね。うん、なんか止まってたから。やっぱそういった意味での、あれ、なんか起きたぞっていうのがかなりポイントかもしれない。わかりやすい。うん、あ、長い長い、変動長い。あ、もうすごいな。楽しい。これ楽しいだろうな。あの、本来であれば、うんうん、ここから参加した神谷さんがあれやんなきゃいけないですよ。あなた何も映ってないですよ。何しに来たって何ですよ、今日場所まで。てか4人もいて、なんで私しか当たってないの。確かにね。まさか買い物とかしようなんて、そんな不届きなこと考えてませんよね。ねえ、銀座でも寄ってっちゃうだなとか、そういうんじゃないですから。ねえ、ねえ、おかしいでしょ。いや、もう一回ありますから。もう一回あるんで、そこでちゃんと仕事するんで。はい。来るの遅かったし、そう、銀座近いし、ラッキーラッキーじゃねえんだよバカ野郎。待て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 、ちょっともううるさいな。もうなんかもう聞いてたらもう間違えてモード選択しちゃった。もうよく言ってくれた。先までモードにしちゃった。ずっと喋ってるからさ、もうさ。あら、あら、出た。あらららら、らまたリスタート。リスタートめっちゃ結婚して結婚みたいな感じで何回も繰り返す。経験は積んでますからね。本当にしてるけどな。今リスタート中なんで、今人生も。ああ、なるほどなるほど。ね、一回で済むといいですね、リスタートがね。いいね。まだ一回しかやってません。大丈夫です。この業界3回4回多いですからね。あ、これ来ましたね。なんかすいません、ちょっとね、画面じゃ伝わらないんですけど、叫ばれモードはちょっと盤面下にあるね。ランプが光れば当たりたいような感じなので、うんうんうん、今光りました。音もね、皆さんには伝わらないので申し訳ないんですけど、音は鳴りましたね。1500です。レム告知モードに。俺らいるかな。本当ですね、これもう夏美ちゃん一人で一人でメンチャーさせて一人で全部演説明して、俺らいるかな。だってモードタリーズ行く。寂しい、やめて、寂しい。それか買ってきてもらっていいですか。
確かに。さあ、私デブちゃんランプがこういうね液晶にいるデブちゃんが光れば渡り、神谷さんが選択してるんですね。そうですね、私が選んでちゃんとね、はいはい、やらなきゃいけなかったところですよ。あれこそあんまり光ってなかった。1回だけ1回光って1回だけ光ってました。でも 77% って考えると、うん、我々はちょっとあまりにも弱すぎますよね。ちょっと私たちが弱すぎた、うん、じゃあ今2回出ました。いいなぁ。何しに来たんだよ。こっから来てなんだよ。お話し3つ離れたお兄ちゃんの話しかしてねえぞ。そんなことだ、ちゃんと仕事しに来ましたよ。でもなんかお兄ちゃんが気になってきた、そんな人か。そうだよね、お兄ちゃんね、気になる。いやあれ初めて会ったのはやはりこれ10年以上前ですかね。神谷さんを送れて暮らしてるんですかって。私お兄ちゃんと住んでます。お兄ちゃんお兄ちゃんと住んでます。そんなちょっと平山さん聞いてください。そんな、いやまだわかります。10年前だったら、はいはい、そこから8年後また来ました、はいはいはい、またお兄ちゃん住んでるの、はい、はい、って言うんですよ。そんなおいおめえよ、どこの世界によね、お兄ちゃんなんすか。違う、でもこの話題をマジで私はいろんなとこで言うから、私は本当ただの嘘つきって言われてるんですよ。ただの嘘つき。そう、もうすごいな、そんなわけねえだろって言って、その年で一緒に住むわけねえだろっていうので、あいつ嘘つきだみたいな感じで言い始めてるんですよ。本当に無理やりの嘘をつき始めてるっていう、もう本当に困ったもんですよ。俺もう それが大好きで、お兄ちゃんと住んでるってのが何が大好きなんですか本当に。え、当たりスタート。おっと、何回目の離婚でしょうか。ねえ、すごい離婚してるよ。つけた気がするんだよ。あ、残り今ちょっと予想しただけでだいぶ進んでもう残り30ぐらい。30。ただまだ20分経ってないですからね。すごい、すごいね。19分。おっと、いい音。おいおい、1500です。多分銀座6ぐらいだったら行ってもらって言ってまだついてるよ。確かに。やっぱね、もっとずっとところを見てみたいが3割、うんうん、おめえいい加減しようが7割ですよ、ね、なんでそろそろ、ね、そろそろいいんじゃねえの。絶対自分当たってたら全然いいね。ですよね。そんなこと思わないですよね。自分当たったらまだ乗れちゃったりですけどね。20分しか経ってないですか、皆さん。ちょっと神谷さん、はい、ちょっと時間もありますんで、はいはい、ちょっと腹が立った話。よくこれは思う方いると思うんですけど、はい、エレベーターに乗った時に我先に出ようとする人何なんですか。あれすごい、いや電車も思う、電車、そう電車もさ、なんか自分先にこう譲る、今レコタすっごいいい表情してた。あ、そう、ちょっとイラッとしてる、イラッとしてる顔してた。ごめんごめん。逆に魚拓さんってイラッとすることあるんですか。いや、ありますあります。今ちょっとイラッとしますよね。言うと思った。私も言うと思った。2万発までは許しましょう。しょうがない、このスペック、このポテンシャル、ね、2万発までしょうがない、出ちゃいます、その流れは。あれだけリスタートしたら実は出ますよ。ただ、うん、それを超えたらただじゃおかしい。ちょっと待ってください。ありがとうって言うんですよ。うちらありがとうねって言わなきゃいけないところ。なんなら私ちょっと、うん、なんか私実際のホール実践めちゃくちゃ負けてるんですよ。はい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 、こういう時だけめっちゃ出るんですよ。あ、ちょっとイラッとしてますね。ちょっといいとこ見せてるんだけど。今日初めてじゃないですか、青図柄。青図柄初めて。300で300。ちょっと刻んでるんで、何気にまだ1万7000発。お、あ、ついに。おろろろろろ。9。カウントダウン入ってます。8、7、6、5、3、2、ついに。0、ラストです。ついに終わりました。はい、通ったの。素晴らしい。結果16,845。素晴らしい。ありがとうございます。すごい。うん。
25分かかりませんでした。さあこれにてリハーサルが終了と。はい、いよいよ本番に入ります。ふざけるな。ふざけるな。早く30分は続けてな。30分続いたらもうお、やりました。ハチ何、はい、赤ずからで当たりました。1500発ゲットです。あ、半身これで。大丈夫か、大丈夫か。あれれれれ、あれあれちょっと待って、ちょっと待って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 、もう50近くじゃないですか。あ、来た、よし、やばい、まあまあ、待って、やばい、4ですけど。まあ、ね、まあ、ね、さあ、私またレム告知もう一回行かせていただきます。おい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 、何やってんだって。ほら、来た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 、勝手からだけど、勝手からだけど、当たればね、戻りますからね。オッケーオッケー、私3000で当たりました。やばい、ヤマンちゃん、やばい、もう終わる。いや、まさか、まさか。お、3210でまた2回目当たりゲットです。おー、すごいすごい、早い、早い、500個です。やったー、ヤマンちゃん、ヤマンちゃん、すごい演出出てますよ、かわいい。何何何、見たい、すげえ、この演出すごい。何何何、すごい気になるんだけど。3000発ゲット、ちょっと演出がすごいかわいいのが入りましたね。300が止まったんですか。300が止まりました。なんかレムちゃんたちがね、3000発を連れてきましたよ、ちょっと。さあ、ヘラが終了したんで、はい、最終結果が6000プラス3000ですよね。すごい、9000発も出た。確かに全然足りねえわ。さあ、ということは優勝争いは3人に絞られました。そうですね、はい、ただ神谷と俺が勝つには夏美さんに早く終わっていただかないと。そうですね。じゃあ私今4800なんで累計2万を超えてます。なるほど、はい、今当たりました。早い、1500、小津柄です。早い、ちょっと早く終わってよ、誰か。寂しいよ。でもお兄ちゃん憧れるね。え、本当、うん、私もう、まあ、弟か、弟が一人いるんだけど、お兄ちゃん、しかもかっこいいお兄ちゃん限定で。ああ、確かに。しかも2個上なんですよ。2個上なんだ。2個上でちょっとかぶるの、学校が。あ、だから3年生と1年生でね。だからもう3年生で、私が入学した時にもかっこいいお兄ちゃんがいるの。あ、なんだ、あ、すごい、薬物落ちて300かと思いきや。え、もしかして、じゃあ3000になりました。うわ、嬉しい。こういう感じなんですね。そうなんですね、はい、青空揃って途中でロゴが落ちて3000になりました。え、そうそう、あー、なるほど、300に0が足されて3000になるわけだ。なるほど、面白い、それ面白い。魚拓さんもちょっと3000の人強いな、ね、15% すごい引いてますね。それだけで結構もう、ね、そうね、うんうん、振り分けでまくれる可能性ある。あー、いかった、よーし、おー、続いてますね、赤ずからで。みんな楽しそうだな、はい、1500発です。あ、やばい、そんな話してたら残り20だ。あー、やったー、やった、仲間が、これはまずいぞ。終わっていただければ、さあ、これ我々に優勝のチャンスが、そうですね、さんの。あ、でも2人とも9000発。やばい、2位。さあ、レムちゃん頑張れ。ラストです。あ、終わっちゃった。よし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 、6315ポイントです。え、でも結構足したら、足したら2万2000。すごいな、2万2000。さっきは1万6000いくつだったよね。16845。見ないでもらえます。なんでですか、ね、まだ覗く前でもらえます。ただ今のままここで我々終わってしまうと、はい、夏美さんの優勝だった。そうなんです。あ、やったー、いい音、赤ずかなんで1500発ですね。でもそんなこと言ってたら、いや俺やべえな。あ、何回した、待ってください。もし1万発使いました、私は。いや、ちょっとラウンド終了前に出演も、残り10、ウェディング告知が見たい。いや、9390、足りないな。あー、終わっちゃう、やばい、ゆたみんなや、こっちみんなや。終わっちゃうやばいやばい、やったー、終わった、マジか、じゃあもうまっちゃんに追
つくかは私次第ですね。どうかどっちからすごい勢いだ。もう勢いちだね、ここはね。平山、休みの部屋何してるんですか。競馬かボートか休みの日じゃなくてもよくない。そうそうそう、すみません、お父さんの話じゃないですよ。ご自身の話ですよ。あっと500玉またまた赤ずからで当たりました。あれ、これあるな、あるな、これはやばいな。コツコツいけますよ、重ねて。あるな、3000欲しいな。てかラッシュ入った時点で3000持ってんのがすごい。いや、それもすごいよね、うん、まずね。これですかね。あー、やばいぞ、やばいぞ。赤ずから、赤ずから1500。いいっすね。紫はまだ一回も引いてないですね。あれが見たいですね、さっきのあの300が止まって。あー、それいいな、その演出。特別な演出が出てきて3000になるっていうね。さあ、これで夏美さんの記録を逆転して優勝したら、その喜びをどなたに伝えたいですか。どなたに。はい、あの、はい、お兄ちゃんに。お兄ちゃんに。いや3個目のお兄ちゃんにね。はい、一緒に出るお兄ちゃんにね。いや大変ですね。大変ですね。なんですか、大変ですね。設定が大変ですね。あ、何も、あおっと、やめてよ、やめてよ、そろそろ。さあ、1500、あと3000、まずいな、あと3000くらいかな。うわ、あと1回3000いければ多分逆転しますね。あと、まあ、赤ずからも2回か、いけばすごい、あっという間や。すごいな。いや、これあるな。7000の差って結構普通の騎士だったらね、なかなか重要な差だぞって感じだけど、厳しいけどこんな短時間でね、うん、いけちゃうね。迫ってきてるからね。あー、おっと、あ、でもいや、これが300か3000になる可能性があるんで、さあ変わったらすごい。ロゴに注目して、ロゴにドカーンと落ちてきたら役物がね、ここね、はい、残念、惜しくない300円でした。300円だった。あっと、早い、何何何早い、300が終わってから、ま、はい、赤ずかれで当たりました。でも300だと一瞬だもんね、うん、300個の当たり。そうそうそう、あと1回じゃない、あと1回かな、あと1回ね、あと1回ね。ちょっと、もうまさか抜かれるとはな。これがちょうど並びぐらいですよね、うん、ですね。私リスタート何回か引いてるから23分ぐらいかかったんだけど、うん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 、やっぱり早いね、同じぐらいの出玉。あー、来たー、抜かされてじゃん。お見事、赤ずがらで当たりました、1500発。これで完全に夏美さんの記録を上回りました。はい、シナリオ通りじゃん。いやー、かっけー、かっこいい、さすが。もう怖いよ。多分二度とないですから優勝なんて。もうなんか弱いイメージがあるんですよ。あ、まあ、確かに私結構 ね、そういう勝負ごとはなんか負けるんですよ ね、なんか気使って負けちゃうみたいなところがイメージがあるんで。最初の最後の優勝、最初の最後じゃない、最後じゃないです。まだありますから、ウィニングランをぜひとも楽しんでいただいて。いや、もうまあまあ、じゃあ見ないでおきましょう。見ないでおこう。あ、おい、赤ずからでね、いや、すごい ね、あー、当たりました。止まんないな、止まんないですわ、止まんない、本当に。1500発赤ずがらです。ちょっと、あ、また、あ、いいっすね。いや、1500発めっちゃ出ますね。愉快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 痛快。いや、いいっす。クレーマー出てたんですよ。一番最後に来て、はいはいはい、これギャラ一緒みたいな。え、ギャラ泥棒、ちょっとね、ちょっとおかしくない、拘束時間がね、確かに違う、ちょっと確かに。でも、いや、ちょうどします。それはね、よかった、見せてますからね。あー、もう速攻当たりですよ。はもうこうなったらとことんまで行きましょう。そうですね、どこまで行くか、はい、だと3万発も、ね、3万発ね、いいね。なんかシュート投げるみたいにしてこうハンドル持つんですね、神谷さんは。あ、確かに西本のシュートみたいにこうやって持ってるんですよ。いや、今言われて開いたけど、こうずっとこうやってやってるんですよ。なんでなんで、ちょっと変化球、そうですね。やばいやばい、ラスト10切りましたよ。切りました切りました。やばい、ラスト5。シュート変な落ち方しますけど、まあいいですけど。あー、ラスト
675番の時間が30分19秒これはお見事すごいな楽しかったすごい早いねいやすごいですね、うん、本当にすごい何がすごいって、はい、やっぱりスピード感なんですけど、いやスピード感すごかった。あとへそで3000当たっちゃうと、うん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 、もし今万が一スルーしてしまっても、うん、200個残る。そうなんですよ。そう、なんか全然しょうがないやって思える。ね、スルーしても、もう一回やるぞ。うん、そうそうこの玉でってなるんですよ。そうなんですよね。そこがやっぱりね、その3000の振り分けが、うん、いや素晴らしい。安心感ありますね。すごい。うん、さあ、それでは皆さんに。はい。今回の感想一番のセールスポイントはどこでしょうか、夏美さん。はい、スピード感。平山さん。スピード感。神谷さん。スピード感。やっぱスピード感ですよね。その3000発のね、割合によるもうスピード感が何よりのと。いや、これぜひともホールで見ていただきたいと思います。というわけで、最後にキーワードいきましょうか。はい、最後にキーワードお願いします。はい、3つ目のキーワードはレイコ。ぶっ飛ばすよ。自分の名前をキーワードにするやつがどこにいるんすか。レイコ、レイコ。だっ だってせっかく来たんで、もうなんか。というわけで、3つ目のキーワードは、みんなに覚えてもらいたいので。わかりました。1つ目と2つ目と合わせて3つ目、どう考えてもこの並びおかしいですけど。ぜひ皆さんね、どうしてご応募いただければと思います。はい、さあ1月の上旬にホールに導入されるという、うん、楽しみ。いやー、味わっていただきたいですね。ぜひぜひ味わってほしいです。スピード感3000発が織りなすスピード感、こちらもホールで味わっていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。